はい、ではよろしくお願いいたします。お願いします。ブレイブリブラの召喚時効果を発揮します。トラシカラネクサス1枚です。ラシーの効果、トヨダから天魔王ボックス召喚します。じゃあエンドステップ。ブレイブリブラの召喚時効果を発揮します。3枚以下になるようになったら0枚になるようにしててくれてもいいんだよ。さっきは0枚全部捨ててやろうって。ちゃんと効果があってこう。エドワードの方がちょっと入ります。アタック陣営に突然の効果で2個はトラッシュに送ります。トラッシュです。これ4回タイム目でブレイブリブラのアタック陣効果でデッキトップ1枚発揮してスピリットカールというのから回復します。次俺たちの効果1万アップ1万アップ見せてください。マジックとスピリットの効果が効かないです。マジックだったんで破棄します。あでレベル3やレベル3で破棄したバーストのバースト効果を俺が使う2枚ドローです。ないです。アタック効果4以下は1点です。青森県効果2個あるんですか。よしこいしょ。ここに効果とかだったら確かにこの効果することはないんだろう。トゼクスのアタック効果で2個はトラッシュシュートで、リブラの効果で1枚発揮します。じゃあネクサスカードなんで回復ないです。このアタックは大です。じゃあこれで楽しい色で、あと今色が白しかないんで6点ラッシュの話してないです。怖い、マウントって会えない。一角さんがおいでおいでしてる。おいでおいで。
だったら叱られるくらいしますか。今のところ持ちに落ちてるカードを全部振り送って爆雷と防塵の方がいいです。ファーストはない。そしてせっかく展開してしゃべりからアタックではソウル進行トラッシュ2枚、サスナシーのゼッコー2枚、ストロング2枚、でピオーズ、リベラ、ストライカー、ゼッス、エドワード。まずダブルシーン、まずネクタサファイが一応まあ、相手のスプリット1点で2勝でブレイブリブラのアタック実効化でスプリットメイクのダメカップします。なんだってばよ。あこれミスった。ゴッドゼクスですよ。ニューコアシュートだった。やつは妖怪足りるのか。シンボル1個です。シンボル1個です。出しないです。出しないです。ブロックしないです。じゃあこれでタイムで終わり。まずただ現地の色が入ってたのが自分ですね。タッチレベル2タッチレベル2レベル2レベル2色がバニングソウル、フラッシュ、ヒーリングエネルギー、
天井日、いいわ。出ないです。ジョモの効果。じゃあ、さすがにストライカードで。壊せないです。金庫格の高発動。もしエンジン使うとしたら、さすがに一番大変だと思います。一歩足りないのか。はい。ありがとうございました。じゃあ、ここしてみよう。じゃあ、6時のフラッシュラインです。ないです。破壊されます。で、破壊されたんで、大復元行きます。じゃあ、大復元正直バーストいいですか。まあ、全部終わったら、バースト、復元妙で。トラッシュから、ナウマンシティ。こういうだからそういうカラウンド2枚を。これで、ショットをします。リブラーとザクセンブレイズ。3コスト、海賊賞、エドワード、召喚時効果が切れ、トゥーブラード、県民性外、ブレイブリブラード、ブレイブ、3枚引いて2枚捨てます。ワーストをセット。マジで。クロストでまあ、トラッシュからなんで、クサさん1枚。ドラゴンボール出てきた。まあ、ないんで、このままで。もう一つの宇宙のフリーザーなの。めっちゃいいやつなの。紛争地帯に来て、あ、紛争止めんだよ。すげえいいやつだった。今日初めて出てきた。めっちゃいいやつ。3枚引いて1枚吐きました。謎のパワーで悟空倒したの。あのね、悟空がね、おっ、ラ悟空ってね、めっちゃ引いて、ミキフィロって言ったらね、フロストがね、なぜか第3形態やったの。ベジータが綺麗って言われて僕は何なんだでも僕も一回ね、僕また最終形態の下りがまた出てきてで倒したよ、ボロボロにしたんだよでも、僕に倒れたんだよ多分、人造人間編の心臓病が再発してる薬届くと一緒にまず先にエドワードの効果使用します。で、その色と同じカードがこのバトル中手札から使用できます。で、3連間の2連効果でソロカードのスピリットの効果で激役が成功したんで1枚につき5枚で合計10枚になります。で、次にブレイブリブラのアタック時効果でデッキトップ1枚からします。スピリットカードか、アルティメットカードなら回復なんですけど、まあ違うんで、で、デッキ空き効果で、落ちたんで、さらにもう10枚発揮します。ホームランで、このアタックは赤のカードが今セルだから使用できるでしょう。トラッシュ見てもいいですか。ドローしたカードはマジック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 リミテッドバリコスト4以上のアタックが減らないです。フラッシュです。じゃあゴッドセクスでアタックでリブラの効果で1枚発揮します。ブカードなんで回復します。ないです。じゃあゴッドセクスアタックでリブラ効果で1枚発揮します。あー、そうだね。
アタックして、今回レフティングが一番下に置いてます。はい、そこは出てきますね。僕だったら、パンチカードを引き出しないんだけど、3面が出てきます。スマートに入ります。最後、とりあえず新速あるのは分かった。手札すごい見られてたよ。手札見せて。面白いね。マジで。何見て。一回失礼しまるからでしょ。すぐ後ずっと蹴るんだった。あまり言うから。フライフして、フロッカー切って、手札3だったよ。フロッカー切って、3だったよ。見てきてください。ここは1万3です。警戒して、目立つときは終了してる。ちょっと考えちゃうんで、じゃあ、ここに対決して、6時フラッシュないです。やべ、ないです。6時ライブないです。あんた2番ゾーで、出せない。ここだから、もう、破壊時に本番して、鉄拳妙をレベル上げれないからダメ。あと鉄拳妙につけれるんだったら、まあ確かに毎回10枚ずつは入ってくるかもしれないけど、いやまず当たりないから鉄拳妙だってレベル上がったから。ラッキーしてる。このデッキ41枚デッキなの。すっかり忘れてた。先週も41枚で。そのおかげで勝ってた。あと1枚。あと1枚だ。いや、私このデッキバニーソール入れたいな。あれ2枚でって言った言葉が嬉しい。すばね、それは3枚でもそんな打開できるかもしれない。結局イザナから起動する場合は、ライフが3点じゃないと結局イザナでも起動できない。ちなみになんですけど、あれっすね、このデッキ、あれっすよ、こいつとこれ入れじゃないですか。こいつにシンボルついてたね。で、出せるんですか。だからさ、ずっとこれ2枚腐ってたぞ。これの効果で捨てて、出すっていうのもできるんですけど、ブレイブピオスあるじゃないですか。で、捨てて、こう半分にやるときに、で、トラッシュあるじゃないですか。召喚、ピオーズ、ライフ1点砕く、バースト、鉄拳2号、配置5、5、6、7、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 5、
ことをやりたいんですよ。かなりコントロール力ある。そうそうそう。弱い。実際これでここまで全然違うことやったけど。あと、なんだっけ、ライフ削らないときより再現されるって、わけわかんなかった。エドワードでさ、あ、絶対リブラだったエドワードリブラでなら、父の公式ですね。タイムアップでーす。あー、違う、何言ってるの今、カッチューさんのセット。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、した。鉄拳でしたね。あそこ。鉄拳妙に強いよ。あそこ鉄拳、エドワードじゃなくて鉄拳の方にすごく感じた。わかんなかったです。銃だけで。こっちだったらまだワンチャン。正直勝ってましたね。レベル上げれなかったから。てか、そう、一回ミスったなって一言思ったのが、小当たりないんだけど、俺、なんだっけ、エドワードの効果でさ、それだからあのアビス切っちゃったんだよね。残り2個扱ってアビス合体させるのが全員レベルマックスだったじゃんって思って。確かに。で、それをアタックステップ入って投げた後に気づいて、あ、そういえばアビスの効果でレベルマックスついてるんじゃねえとか。しかもアビスだったら塩使われねえから。そうそうそう、絶好の怖みないから鉄拳で安全にいけるっていう。そう、なんで捨てたしって思った。まあ、その代わりにレッドなんですけど。いや、あのその子はあのバーニングソウルで使ってて、詳しかった。レッドさん怖くて。あとエドワードのアタック効果で赤落ちればレッドさん使えないから。まさにレッドさんはもうネクサス赤いのにしか使えなかったから。そう、残り山札が20ちょいだったら、あの22だったら宣言観音堂でとどめさせるんですよ。2枚貼って25だったっていうやつ。28からカウントした時が28で、その後3ターンだって25だったから、で、一応こっちにリブラ付き2体だから、なんだっけ、ゼクスの効果を、ゼクスのアタックをもう1回できれば山札なかったんだけど、ゼクスの最後のアタックで見えてなかったリミテッドバリア落としちゃったから。まあ、ゼクスの効果、ゼクスで先にアタックして1枚破棄した後にこっちで敵破壊すれば確率的には高かったかなっていう失敗。まあでも個人的にはいいデッキ決めたんじゃないかなって思います。ありがとう。長澤さん、エドワードリムが好きですね。マジさ、こいつらのコンボすげえ完成されてると思う。エドワードはいいのか。鉄拳で増やして、ここ前から変わってないですよね。あとこことここが前から変わってないです。これがパトスピカチで始め、あのもう一回始めようって言った時に、あのまた、まあ、観音堂とか鉄拳出てなかったんですけど、ここだけ出てなかったんです。で、優勝クラテロスピードじゃないですか。あれ捨てて召喚、ブレイブ、召喚で、ネクサスイッチあるとブレイブで5点決めっていう形だったんですけど。これまあ内藤です。なんか途中で止まってたんですよね。マジで。はい。試合終わって。